はい、どうも、こんちゃでございます。こんちゃでございます。お腹空いたんでご飯を食うというか、もう夜遅いんでお酒一杯飲もうということでですね、日本盛りでございますね。3リットル入りの巨大の買っちゃってですね、これ実はね、冷蔵庫に入らないっていう問題があるんですよ。冷蔵庫なんですけど、ですね、これが、これを押すと、これを押さないと、これを押すとこれが開くようシステムになってて、もう一回これを押すとですね、まあ冷蔵庫が開くというめんどくさいシステムになってる。これが僕ちゃんの冷蔵庫なんですが、これ日本盛りですね、入らないんですよ。よいしょ。入らないですね。大きすぎて。なんで、早急に飲まないといけないというですね、問題がございまして、飲むということです。それでですね、何やるかっていうと、これを押すとですね、またこのドアが閉まるシステムになっております。それでですね、皿うどんを、買ってきました。これ1個でですね、90円です。90円かな、100円ぐらいですね。安いものです。で、これを食べるんですけれども、ここに中華丼のグッズなんですよ。これ何やるかっていうと、これ150円ぐらい、結構高かったです。150円ぐらいしたんですけど、ここにですね、まあ、あんかけスープ付きとか書いてありましたね。で、このあんかけスープで、なんか作って食うのはいいんだけど、めんどくさいじゃないですか。非常にめんどくさいんですよ。めんどくさいんで、どうするかっていうとですね、この中華丼の具をですね、使って、食べようという、それだけの話です。この粉末スープってなんです。粉末スープになって、このスープを溶いてですね、具材を入れてなんかやらなきゃいけないんですけど、めんどくさいんで、やらないということですね。じゃあどうするのかって当然お分かりだと思うんですけど、まずこれ2食入りなんですか ?2 食入りなんで1食ポンと乗せます。もう1食どうしようかな、これな。とりあえずもう1食はですね、どっかで、食うか、めんどくせえな、もう全部食っちゃう。めんどくさいんで、2食全部食います。どうしようかなと思ったんだけど、今、ここにですね、これ全部出しちゃってですね、この袋こっちに戻そうと思ったらめんどくさくて、うまく入らなかったんで、めんどくさいんで、全部食うことにしました。全部食います。ポロポロ落ちてますが、まあ、全部食います。で、ここの上に、ぐじゃっつってこうやって、まあ食えるなって。で、これはもうゴミなんで、ここに入れようと思ったら入んねえよ。みんなめんどくせえ。で、これはもうこれ捨てる。これも捨てます。で、これは何かに使うかもしれないですけど、まあ考えます。じゃあこの上にどうするかって言ったら、この中華丼の具をこの上にダーッとかけて、で、まあこれ蓋して、で、電子レンジにかけます。この容器ちなみに100円ショップで売っている、インスタントラーメンを食べるものです。ここにインスタントラーメンの袋麺を入れて、そして、お湯を入れて電子レンジでチンすると、まあ、お水でもいいんですけど、入れると、インスタントラーメンが、袋麺が食えるという便利なツールなんですけど、私はいろんなことに使ってるということですね。非常に便利なツールでございます。それでですね、これを、この中華丼の具をこの上にかけるわけですね。これを上にかけます。で、これをですね、全部かけるわけですね。こう、たーっとね。で、全部かけますね。はい、全部かけますね。全部かけるってあんま出ないな。ちょっと量少ねえな、これな。大丈夫なの?まあ、2枚使っちゃったんでね、ちょっとね。麺に比較して量が少ないような気がしますが、まあいいでしょ、大丈夫でしょ、これね。で、この中をやっぱりこう、きれいにですね、全部こう、すくってですね、中にある具材を全部こう出すわけですね。まあ当然でございますね。で、これをこうやってですね、まあこのまま冷たいのを食っても案外うまいんじゃない？冷たいのを食ってもこのまま食え、まあちゃんとしたあんかけ焼きそばにはなってるんですけど、まあ、さすがにこれはですね、まあいろんな意味でベイビーでございますので、まあ、普通に、蓋をしてですね、まあ、蓋をして、もうちょっと沈めるか。蓋が閉まらん、うまく。もうちょっとこう、キュッキュッとこう、押し付けてですね、広げて、あちゃんつ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 んみたいな。で、これを乗せてですね、やるということですね。中華丼の具ね、いろんなところで売ってると思うんで、まあ、で、これで電子レンジでチンすると、完成という、まあ、非常にですね、簡単なシステムでございます。あっ、ペッペッペッ、ガラ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 。じゃあ、電子レンジで温めます。よいしょ。はい、じゃあ電子レンジが温まるまでしばらくお待ちください。はい、それじゃあね、そろそろ電子レンジ終わると思うんで、出してきます。おっ、あっち、よし。
いや、来ちゃう。あ、はい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 。じゃあ、ガラ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 。あ、パコーンってことでね。そういうことですね。できたと思います。よいしょ。あ、こんな感じですね。見た目は全然変わらないですけど、多分美味しいと思います。じゃあちょっとね、いただきます。これ絶対ね、ちゃんと食えるはずよ。うん、食えるはず。うん。うん。うん。あ、まあまあ、うん。でも、いわゆる、あんかけ焼きそばですね。ちなみにここにお酢とですね、胡椒とラー油ってことでね、一応調味料用意しておきましたね。うん。それでまあ、いけるってことですね。うん。うん、まあまあ。うん。いや、やっぱちょっと具が足んねえな。具が足んねえな。ちょっと後で考えよう。うん、ないや。うん。うまっ。うん。で、お酒。これでかいの買いすぎちゃったね。2リットルがね、980円で、で、3リットルが1200円だったんだよ。だから、なんかやっぱ、どうせ飲むだろうと思って3リットル買ったんだけどさ、場所取っちゃって大変だよ、あれ。どうしよう。ああ、でもやっぱ日本酒はうまいね。日本酒はほんとうまい。うん。というわけでね、これをいただいてんだけど、うん。やっぱりちょっと、うん。具材が少ないね。具材が少ないね。うん。具材が少ない。うん。もうとかどうするかってことなんだけど、脇をこういうふうに空間作ります。ここに空間作るんですよ、空間を。作ってやるという手間。いや、これは危険だ。ちょっと別の手感がある。うん。よいしょ。うん。タレがちょっと少ないので、あ、またカエルちゃん忘れちゃった。これやらないでんだ。もう一個お皿用意しましてですね、ここにですね、お湯をちょっと入れます。お湯をちょっと入れて、で、ここにさっきの粉末スープあるでしょ？これをですね、この中にね、溶いて入れちゃいます。溶いて入れちゃうんですよ。でですね、あれ、うまく、なんだこれ、開かない、あ、こっちか。こっちにギザギザあるから、こっちでこう。で、こうやったらさ、これを、この粉をですね、お湯に溶いていきます。お湯に溶いて、なんかちゃんと全部開かないな。よし、これ全部開いて、で、これをですね、こう、この粉をですね、ここに今お湯入れたでしょ？これをね、こうやって、ここに入れてね、こうやって溶いていきます。こうやって溶くんですよ。全部入れて、よーくこれですね、溶きます。うん。こうよく溶くと、ここにタレができるんですよね。タレが。で、このタレをですね、これにかけると思うでしょ？違うんだよ。この焼きそばをですね、こういう風に取ってですね、ここにつけていくんだよ、こうやって。意表疲れたろ、みたいな感じでね。うん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 。なんか、うずらの卵とか入ってるよね。うずらの卵に2個も入ってるね。うん。で、こうやって、うん。うん。それで、ちょっとここに味変をするわけだ、味変を。うん。こうやって入れて、で、ちょっとお酢とか入れるとさ、また味が変わるわけね。うん。ちょっと、うん。お酢とか入れる。それで、こうやって、ここにつけて、つけ麺片焼きそばとかね、前代未聞みたいな。うん。うん、うん、うん。うん、うん。まあまあ。うん。あ、うまいね。うん。ちなみにね、この片焼きそばってどうやって作るかっていうとね、まあ、ご案内の通りですね。普通のラーメンの中華麺を油で揚げてるだけなんで、うん。まあ、要するに、うん。油で揚げてるだけの麺ですんで、まあ、油で揚げないんだけどね。まあめんどくさいんでやらない。うん。ちょっとラー油入れてみましょうかね。うん。あ、ちょっと入れすぎたかな。辛いから。辛いかしら。うん。うん。あ、ちょっと辛いな、辛い。うん。うん。あ、これ。
あーうめ、うん、あれでも日本酒がうめ、日本酒が、うん、まあこんな感じでですね、まあ食うというような手がですね、まあ、うん、あったりもしますね、うん、こんな感じですね、うん、うん、でこれをもうちょっとやって、うん、非常にこれでやっぱり本来はいろんなだから具材を入れてね作るんだけど、だから今回めんどくさいんでやらないってことですね。うん。まあこれを使ったやつもいずれですね、電子レンジにいろんな具材をここにぶっ込んでですね、電子レンジで一気に作るという荒技も実はあるので、まあいずれご紹介したいと思いますね、片焼きそばの。うん。まあこんな感じでこの下にあるこれを全部入れて、まあお酒も飲まないし。ともかくこの日本盛り減らさないと大変なことになっちゃうんで、うん、これさ開封後は早めにお飲みくださいって言ってもう開封しちゃってんでさ、これさ、うん、開封後早めに飲めってたってこんな大量の飲めねえよってさ、なんで、うん、こんなすごいの一人暮らしのくせにでかいの買ってくんだよって感じだよね。うん、なんでこんなでかいのあなた買ったんですか？それはケチだからな、ケチ。バカだよな。結局それで吸ってたりしたらさ。うん、バカだよな。うん、というわけで、これはこれで、まあ終わりってことで、じゃあこっちね。うん。こっちの中華丼の子ね。中華丼の子ね、なかなかね、これ、まあ、タケノコ入ってたりね。まあ、人参が入ってたり。で、まあ、先ほどご案内の通り、こう、うずらの卵が入ってたりね。なかなかまあ、楽しいですね。うん。で、肉は入ってないのかって言うんだけどさ。あ、なんかこういう、ロングコーンなんかも入ってるんですけど、肉はね、一応ね、これが多分肉だと思うんだけど、チレチレになってますね。うん。なんか煮込みすぎて、チレチレになってるような。うん。なんか、バスへの居酒屋で、煮込み頼んだらそこに沈んでるなんか肉片みたいな感じでございますが、うん、まあこんな感じで、まあ、食っていくわけでございますよ。うん、お酒飲まないと、うん、最近でもほんと外で酒飲んでねえな俺。うん、昔は結構ね、うん、赤羽とかでね、仕事帰りとか飲んでたりしたけど、最近ほんと外で飲まなくなったな。うん、まあコロナの影響もあるんだけどね、もちろん。うん、ほんと最後に外で酒飲んだのっていつだろう。あれか、杉井孝之さんのオフ会か。あれが最後かもしれないな。去年いつだっけ、なんか杉井孝之さんのオフ会があったんだよ。その時にね、あれの時は当然オフ会なんで酒飲んで、あれが最後かもしれない、もしかしたら。本当に外でお酒飲まなくなったね。うん。うん。まあ、うん、昔は結構ね、うん、仕事帰りに赤羽で一人で飲んでたりとかしてさ、うん。うん、憩いとかさ、よく言ったよ俺。憩いって知ったら赤羽のあの有名な立ち飲み屋。店員がものすごく態度悪いんだけどさ。ともかく店員がさ、ものすごくさ、接客業なんかさ、クソだみたいな感じでさ、ものすごく大変な店員がいてさ、うん。なんか、いろんなルールがうるさくてさ、なんか、ギャーギャー文句言ったりとかさ、うん。うん。本当に、むちゃくちゃなんだけど、まあちゃんとした、すごいね、接客丁寧なね、店員も実はね、いるんだけどね、何人かね、すごいね、なんか、横柄なのがいるんで、でもね、それがね、また憩いなんだよね。なんか、うん、客を客とも思わないでさ、なんかさ、なんか、俺なんか一度さ、入ってきたらさ、なんか、検温するじゃん？あそこで、コロナの関係で検温するんだけど、
検温がさ、うまく反応しないんだよ、俺、センサーがさ。なんかどうやっても。でうまく取れないで、ぐだぐだしてたらさ、もうお前帰れとか、シッシッとか言われたからね。シッシッだからね。まあ、びっくりしたけどね。まあ、それが憩いなんだよね。うん。なんか本当にさ、結構、ともかく、赤羽の憩いって飲み屋は安いからさ、なんか変なのも来るんだよ。だから、結構、なんか、だからある程度、店員が、お客さんは神様みたいですみたいなことやってたら変なのがいっぱいいって好き勝手やってさ、お店の中の秩序がめちゃくちゃになるっていうのも実はあるんで、まあしょうがないっちゃしょうがないし、OA の店員がいるのがまたなんか面白くていいんだよね、あれがね。それで行ったりするんだけどさ、うん。まあ、でも料理はね、結構、というかね、憩い、赤羽の憩いはね、めちゃんこうまい。それでね、死ぬほど安い。めちゃくちゃ安くてめちゃんこうまい。あそこは。うん。でね、店員さんは、うん、千差万別。いや、ただね、憩いがね、すごいのはね、オーダーを忘れるってことがないんだよ。俺ね、憩いのね、店員ってそういう、まあ、特殊な店員なんだけど、店員の基本であるね、オーダーをね、忘れるってことがないんだよ。なんか物頼むじゃん。つっとさ、大きい声で叫ぶだけなんだよ。なんとかーとか言ってさ、うん。マグロ唐揚げ、マグロ唐揚げとか言うじゃん。つっとさ、テーブルの上にこうお金があるんだよ。それでお金を常に置いといて、それから勝手に代金取っちゃうんだよ。それで、品物来なかったらそれ、失敗なんだけど、憩いってね、必ず出てくるんだよ。オーダーミスがね、なんだよね。うん。あれはね、なんかすんごい客多くてさ、人並みの数が少ないんだけど、うん。一人で20人か30人ぐらいさ、暴いてるような、あれなんだけど、憩いってね、オーダーミスがないんだよね。だから大家の店員も実はすごい優秀なんだなとか、俺なんかすごく思ったりしますけどね。うん。なんでオーダーミスがあんな混乱した中でないのかっていうのがいつも不思議でならないみたいな最近憩いも全然行ってないな、そういえばな。赤羽の憩い、すごいいい店ですよ。美味しいしね、安いしね。うん。店員大平だけど、それで不愉快なお用意して文句言ってるやつは憩いに行く資格がないんで、その大平な店員をのその態度を含めて憩いで、それが楽しいんで。ただその店員は実はすごい優秀で、絶対にオーダーミスをしないんだよね。絶対出てくるんだよ、頼んだものは。すごいなと思ったね。うん、以上でございますね。うん、うん、こんな感じですね。うん、飲み行くかどっか。うん、まあいいや、こんな感じです。じゃあどうも最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。